ペッパーランチ。ペッパーランチは、日本の株式会社ペッパーフードサービスが運営する、ステーキ専門の飲食店チェーン。ステーキや、飯と薄切りにした牛肉を、鉄板の上で焼く、ペッパーライスを、主に提供している。1994年に、神奈川県の大船で1号店をオープン。直営とフランチャイズ両方で、 チェーン展開しており、日本国内の40都道府県に出展している。また、韓国、シンガポール、インドネシア、オーストラリア、タイ、フィリピン、香港、マカオ、マレーシア、ベトナム、台湾、中国など、アジア各国にも出展している。2012年9月に上野3153店で、ペッパーランチをゆっくりと楽しむというコンセプトで生まれた。 ペッパーランチダイナーという新業態をオープン。2013年3月にヨドバシ秋葉店をペッパーランチダイナーに改装し、2013年7月にはハウステンボスにも出店をした。展開エリア、店舗数等はペッパーランチ HP 参照。大阪府警は2007年5月16日、女性客を拉致監禁した上で強盗交換を行ったとして、 ペッパーランチ震災橋店の店長と同僚の2名を強盗強姦と逮捕監禁致傷容疑で逮捕した。調べによれば2人は同年5月9日午前1時頃同店で一人で食事をしていた女性客に対し閉店作業を装い店舗のシャッターを閉めた上でスタンガン等を使い逃げたら殺すなどと脅した上で大量の睡眠薬を飲ませ被害者の携帯電話をチェック。 ペッパーランチ入店直前に誰と連絡していたか、履歴を確認した後に GPS 機能がある恐れがあっため携帯電話を破壊し、泉佐野市の貸しガレージに拉致監禁の上合姦し、約5万5千円の現金を奪ったとされる。ペッパーランチ店長は女性を翌日以降も合姦する予定で全裸で手足を縛った状態でガレージに監禁した。女性はその後午前9時半頃、 監禁されていたガレージから全裸のまま自力で脱出して事件が発覚した。一般報道されたのは発生から1週間後の5月16日であり、それまでに震災橋店の設備が撤去されていた。社長自身は5月16日の記者会見で翌日に事件のことを知ったと発言した。ペッパーフードサービスの IR では会社が事件を知ったのは12日と記載されている。 また、この事件について、記者会見が行われた、翌日の5月17日には、株価が2万円のストップ安となった。この店長は、もともと、ペッパーフードサービスの社員だったが、事件直前に独立し、問題の震災橋店の運営を委託されていた。そのため事件発生の時点では、ペッパーフードサービスとの雇用関係はなく、業務委託の関係だった。 2007年7月27日、大阪地方裁判所で本件の初公判が開かれ、同年9月26日、元店長に休憩の懲役10年を上回る懲役12年、元店員には休憩通り懲役10年の判決が下された。この事件を受け、ペッパーランチ及びペッパーフードサービスのホームページが謝罪文に切り替わり、 日本放送でのラジオ CM は自粛され、公共広告機構、現 AC ジャパンの CM に差し替えれた。また、ファミリーマートと提携し、同5月末に販売を予定していた、ペッパーランチ弁当は、企画自体が白紙となった。事件後、ペッパーフードサービスは、震災橋店との営業委託契約を解消し、同店は閉店。また、 役員報酬の20%カットの内部処分が IR 情報で掲示された。日経レストランが5月31日から6月1日に駆け入ったインターネット調査では事件の認知度は76.7%だった。また、この事件以降行動変化があったのは20.4%。その内訳で夜、一人で飲食店に行くことを避けるようになったと。 答えたのは55.3%だった。なお、この事件に関して2009年6月に運営会社であるペッパーフードサービス側が事件の影響で業務に著しい打撃を受けたとして、服役中の元店長と元店員の2名に対し、約2760万円の損害賠償訴訟を起こしている。 2009年8月23日から同年8月24日にかけて山口県防府市の山陽自動車道沢川サービスエリアにある沢川杉上登り線店で食事をした4名が腹痛や下痢の症状を訴えうち2名が入院検査の結果長官出血性大腸菌 O-157 による食中毒と判明同店舗は食品衛生法に基づき 山口県より3日間の営業停止を命じられている。問題となった角切りステーキには、霜降り加工牛や、牛肉や脂身を決着させた、成形肉を使用していた。岐阜県大垣市の食肉加工会社、大垣食肉供給センター共同組合が8月3日に製造加工した、かどり、ステーキの肉の一部に、不良品、O-157 に、 感染の疑いのまま出荷したのが原因とみられる。この肉はオーストラリアから輸入し、同日に、ミンチ、成形加工。神奈川県厚木市や兵庫県神戸市の流通センターを経て、8月12日から26日に、九州を除く100の店舗に出荷された。この事件を受け、会社は9月4日、全店舗にて安全が確認されるまで、同メニューの販売の中止。 9月7日から衛生管理の確認のため全店舗を臨時休業すると発表した。9月11日、厚生労働省はペッパーランチでの O-157 による食中毒患者数は11都府県の23人、疑わしい事例も含めると全国で33人になると発表した。9月13日に岐阜県生活衛生課で行われた調査で 大垣食肉供給センター共同組合が、同社用に加工、出荷した、角切りステーキ保存サンプルから検出された菌が、住都府県の患者14人の菌と DNA パターンが一致。これにより出荷の時点で菌に汚染されていたことを確認した。これにより、食品衛生法に基づき、同組合に対し9月30日までに、対象製品の回収を命じる行政処分を出した。 2010年、ペッパーランチは、汚染肉を納入した大垣食肉供給センター、共同組合、販売した日本ミート販売などに、約12億円の損害賠償を求めて、東京地裁に提訴した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。